続いて、ディエラボ会員です。で、5月から新しい職場になるため、仕事内容、人間関係が全て初めて不安です。不安な気持ち多少ありますでしょうかということなんですが、不安はですね、人間はですね、自分の力にするべきものです。はい。不安っていうのは何で起きるかっていうと、失敗しないために体が、お前準備しろよっていうふうに教えてくれてるって感じが不安なんですよ。だから実際に複数の研究で、不安を、いわゆるこう、ネガティブな、感情として捉えようとすればするほどですね、人間で失敗しやすくなっちゃったりとかするんですよ。だから、結局重要なのは、僕らがみんなが感じるような不安とか悲しみとか怒りみたいに避けたいと思うような感情を人間が感じた時にネガティブな方向に行くんじゃなくて、これどうやって使ったら成功できるかなって考えるってことがすごく大事なんですよ。つまり感情っていうのは、道具であって利用方法なんです。だから悲しい感情を感じた時に、いや、自分が今感じている悲しみを使ってどうやったら自分は成功できるかなとか、自分が今感じている怒りを使ってどうやったら成功できるかなと。例えば仕事とかで自分が焦りを感じるんだったら、いや、この焦りの感情を使ってどうやったら成功できるのかなってことを考えてあげた方が早くいいわけですね。だから感情っていうのは道具であって、僕らがどういうふうにそれを活かすかっていうことによって、この成功とか、成功するとかしないとかってことは変わってくるわけですね。だからその感情の使い方を学ぶべきですね。で、一応今じゃあチャットに入れますが、ネガティブな感情が成功を呼ぶっていうですね、本がありまして、で、これロバート・ビスタティーナさんって人の本なんですが、これなんかすごく参考になると思います。はい。実際に、冷静に考えたら、もし僕らが生きていくのに、ネガティブな感情、不安とか心配とか、ね、それこそ怒りとか悲しみとかが、もしネガティブに働くんだったら、こういったものを感じやすい人っていうのは生き残らないはずですよね。ところが、まあ、世界の人のほとんどは怒りも感じるし、悲しみも感じるし、不安も心配もするわけですよ。どういうことかっていうと、それが生きる上で何かしら有利だったからなんです。っていうことは、今自分たちに残されてる力っていうのは生存に有利な力なんだと。で、これは状況とかその使い方によって有利になりますんで、だから僕も、常に不安や心配っていうのは感じてますよ。一応まあもちろん瞑想とかやったりとか、バーピーやったりとかしてメンタルコントロールしてるんで、普通の人よりはマシですが、でもこれはコントロールできるっていうだけで、感じないわけじゃないです。むしろ不安とか心配を感じなかったら、頑張ろうって人は思わないわけですよ。ね、芸能人とかでもちょっとヒットしただけで、いや、もう俺天下取ったわ、みたいな。もう一生食ってけろ、とかと思っちゃう人いるんですが、一生食っていける状況なんかないです。なんでかって人間は成功すればするほど、生活レベル上がっていきますから、うん。だからそういった点で言うと、やっぱり不安とか心配を常に感じる能力って、生存能力としては非常に高い能力なんで、使い方を考えた方がよろしいのではないかと思います。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。